冷たい七面鳥。麻薬の禁断症状らしいですね。のそのコールドラブというです。ところで、ジョンがものすごく敬愛してたロックンロールの父親、誰かご存知ですか？チャックベリーね。僕らもあの中学生の頃レコードチーベリーとか何のことやろって、チャックベリーのことでした。このチャックベリーがですね、この間80くらいの頃亡くなったんですよね。ロックンロールをロックンロールらしく、作り上げてくれたロックンロールの父親と言われるんですけど、その今からあのジョンのロックンロールの2曲やるんですけど、その前にちょっとチャックベリーでツイートを見直してちょっと見てください。ジョンも歌ったことがジョン・レビングだったというのはちょっと歌ってみます。Thank you.
ツアー6で8小節はスイングジャズ僕のスイング出身ですね。スイング出身とは思えなきゃ大変ですね。本当はロックということで、あと1曲になりました。ここでちょっとバンドのメンバーをちょっと紹介してもらいます。オンキーボード森田健一、オンベース、朝木和夫、オンギター田中勝則、オンドラムス山本陽子。ストロベリーフィールズ4という曲ですけども、これで、